皆さんこんにちは。今回は神戸の旧居留地にあるトゥーストゥースメゾン15に行ってきました。神戸にはですねトゥーストゥースがたくさんあるんですけども、こちらは神戸に残る最も古い異人館で国の重要文化財でもあります。旧神戸居留地15番館をリニューアルしたところになっております。中もとってもおしゃれです。今回はですね季節のアフタヌーンティーセットを求めてやってきました。じゃーん、アフタヌーンティーがやってきました。ザクロとかマンゴーとかが、ブドウもあったりとかして、夏から秋にかけての季節っていうイメージでしょうかね。そんなラインナップになっております。こちらのはですね、紅茶を2杯いただけるんですけども、両方ともね、ルイボスティーにしました。こちらのね、ルイボスティーとっても美味しかったです。なんかね、ただのルイボスティーじゃなくて、ルイボスティー&ベルガモットというものでね、すごく飲みやすいで、トゥーストゥースはですね、スイーツの他に紅茶も美味しいので、ぜひね、お紅茶を飲んでいただきたいなと思います。異人館といえばね、北の坂の方にたくさんあってですね、私が一番好きなのは、うろこの館というところです。うろこの家はですね、神戸で最初に公開された代表的な異人館で、こちらもね、文化財とかね、指定されてる建物です。約3000枚のね、天然石のストレートっていうものでこう作られて、うろこのようになってるので、うろこの家と呼ばれるそうです。あとはですね、窓から神戸の街並みがね、一望できるのですごくおすすめです。もうスコーン食べてますけども、ですね、スコーンがすごく美味しいです。私すごいスコーン好きなんですけども、パサパサじゃなくてしっとりしていて、外はなんかすごく硬いっていうか焼いてあって、絶妙なんですよね。カリフワって言いますかね。それにクローテッドクリームと今は、確かちょっと違うかもしれない、ザクロのジャムだったような気がします。私がですね神戸で好きなところは今いる旧居留地とか、あとは先ほど言っていた北の坂の方ですね。そちらがねちょっとおしゃれでね神戸っぽくてとても好きです。両方ともね美味しいお店もありますし、旧居留地ではねハイブランドとかの古店舗がすごいずらーって並んでいるのでお買い物にもおすすめです。ザクロのフルーツを食べています。ザクロってこういう機会がないとなかなか食べないですよね。久しぶりに食べました。あとねケーキとかにはね乗ってたりとかしますけどもね、こうやって生のザクロってね本当こういう機会にしか食べないなと思いました。フレッシュでね、とっても美味しかったです。トゥーストゥースはね、神戸にしかないと思っていたんですけども、東京の恵比寿にですね、トゥーストゥース東京っていうのがあるそうで、フレンチのお店だそうです。全然関係ないですけどね、神戸の洋菓子でフロインドリーブっていうのがあるんですけど、あれもね、東京にね、お店ありますもんね。みんな東京にね、店舗をね作りますね。クッキーを食べています。多分ダージリンです。トゥーストゥースはねパティスリーっていうだけあってね、ほんとスイーツが全部美味しいです。最近ですね西宮ガーデンズにもトゥーストゥースパティスリー&カフェっていうのができたので、こちらでもねこちらのアフタヌーンティーとは違うんですけども、ガーデンズの方でもね、アフタヌーンティーセットがあるので、ぜひ行ってみてください。ぶどうのゼリーです。上にね、ヨーグルトみたいなムースと、下に、マスカットかな？
ブドウじゃなくてマスカットとブドウとかなんかちょっとお酒っぽい味のするゼリーが組み合わさった一品です。さっぱりとしていました。近くのテーブルのカップルがですね、記念日だったかお誕生日だったかをアフタヌーンティーでやっていたので、そういったこともできます。異人館の中で飲食できるって、他にはですね、北の坂の方に異人館のスターバックスがあります。これ結構有名だからみんなもしかしたらもうご存知かもしれないですけど、ちょうどね異人館さんを巡る時の道にあるので、ぜひねそちらも寄っていくといいかなと思います。他にね、観光地っていうと南京町っていうね中華街があって、横浜とかに比べたらねちょっとこじんまりとしてるんですけども、そこだけちょっとねやっぱ港町っぽいと言いますかね、ちょっと異国感があるところがあります。北の坂は山なんですけども、海が見たいなと思ったらやっぱりハーバーランドですね。モザイクとか海へとか、そういう施設、ショッピングモールがあるんですけども、アンパンマンミュージアムもその辺りにあります。あとはですね、コンチェルトっていうクルージングができるね船があります。昔はルミナス神戸とかあったんですけども、ちょっとコロナで潰れちゃいましたね。はい、なので今コンチェルトだけです。今食べてるのはですね、桃が確か上に乗ってて、その下がパンナコッタだったと思います。すいません、ちょっと失念しましたね。お次はカヌレです。オーソドックスなね黒糖って言いますかね、そんな感じのカヌレです。神戸でねカヌレっていうとダニエルっていうお店がとても有名です。芦屋川にあるんですけども、最近だとね大阪のルクアでも買えます。トゥーストゥースのカヌレもねとってももっちりとして美味しかったです。こちらのねメゾン15ではこういったねアフタヌーンティーの他にレストランなのでランチとかディナーも楽しめます。今ですね、三宮の駅前の方がですね、工事をしていて、すごくね、結構綺麗になるみたいなので楽しみにしてます。今ね、ちょっと駅古いんですよね、三宮って。なのでね、ちょっとね、神戸っておしゃれと思って観光に来られた方がびっくりするって話を聞いたので、綺麗になったらね、なんかイメージ通りになるのかなと思ってます。あとね、神戸は夜景が綺麗ですね。山も海もあるので、どちら側から見ても、ちょっとね、キラキラしていて、すごく綺麗です。なのでね、夜とかハーバーランドの方に行くとね、本当にカップルだらけになってます。神戸ってね、あんまりね、神社仏閣はないなと思うんですけども、まあ、生田神社がありますね。陣内と藤原瑠衣香が最初に結婚式挙げたところですね、あそことか。北野天満神社っていうのが北の坂の方にあるので、それぐらいでしょうかね。トゥーストゥースのスイーツはフルーツを使ったものが結構多いので、すごくね、あまり甘くなくて食べやすいですよね。お次はですね、パイナップルのタルトです。こちらもですね、すごくさっぱりとしていて美味しかったです。このタイミングでサンドイッチをいただいています。ハムとチーズのね、サンドイッチですごく美味しかったです。お次は私の大好きなマカロンです。確かお味はレモン味だったと思います。このマカロンもすごい美味しかったですね。違う味もね、あと3種類ぐらい食べたかったです。食べる順番おかしいんですけども、最後にキッシュです。確かね、ナスが入ったキッシュだったと思います。違うかも、ジャガイモかもしれないです。どれもね、美味しかったので、ぜひ行ってみてください。
私のチャンネルではお出かけスポットやグルメなどを紹介しています。もしね、参考になったよとか行ってみたいよと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。